なんだ、修行僧か、誰だ、ん、ロウ、え、痩せちゃったロウが、ちょっと待って、あれロウか、え、これ無縁ボード、なんかこれ大丈夫なの、これロウじゃない、くっ、こいつは見るに耐えんな、もしやこれが一人で山頂に向かったという修行者なのか、きっとそうに違いありません、しっかり座禅を組んで息絶えたところにを見るに、この者は覚悟の死を遂げたのでしょう。しかしこの姿はどこかで見たような。ほら、ロウじゃん。なあ。ロウじゃん。む、これは数あるムフフ本の中でも最高と名高いピチピチバニーではないか。後本。不幸中の幸いとはこのこと。この修行者、哀れな最後ではあったが、きっと幸福に包まれ、天に召されたに違いない。む、これはユグノア王家の者が持つ首飾り。こんな貧相な修行者がなぜこれを。まさか、この修行者。ロウ様だ、ロウじゃん、明らかに。そうか、ロウ様は二馬大使の愛弟子、おそらく大使が亡くなったことを知り、養墓なんで安らかな死を選んだのだろう。いや、待ってください、まだ息があります。なんだと、砂糖水で復活させようぜ。おそらくロウ様の御霊は今生と死をさまよっておられると思います。しかしこのままでは死、いえ、一つだけロウ様を救う方法があるかもしれません。うんこちゃんさんが冥府生と死の狭間ある世界へ赴き、ロウ様を救出して戻ってくるのです。冥府に行くだと、だがどうやってそんなことが可能なのか、なんか敵には思えない。なんか武の達人になってるなあ。でもなんか初めて仲間に会えた。ある時はボケ老人だが、真の姿はそう、空腹の達人、その名はうちのおじいちゃん、ロウ。ロウがこの世をはからんで死んだとでもったかい、とんでもないさ、逆さ。あいつは諦めてなんかいないよ、魔王をぶちのめすことをね。ロウ、あんたのじいさんは、里の奥義を習得するために決死の覚悟で死んだ。あたいに会いに来たんだ。もうあたいが誰だか分かっただろう、そう。ロウの師匠であり、あんたの師匠になるはずだったニマ、あ、この人がニマなんだ。こいつが里を救ったニマなんだね。女の人だったんだ。あの魔法陣が見えるかい？ロウは体に魔力をまとい、舞い踊り、魔法陣に胎児の文様を描いてるんだ。それが、ちょっと悪い、みんなごめん。みんなちょっと3分時間くれ。ちょっと3分だけ、ちょっと時間くれ。ロウの舞を見せてくれ、頼む。ちょ、動画撮らせてくれ、頼む。ちょっと待って。おい、これちょっとみんなで、この、これはもう俺動画撮るしかねえ。ちょっとみんなちょっと時間くれ。かっこよすぎないか。これはもう。ちょっと待ってね。これちょっと、これで起きるわ、俺今度から。かっけー、なにこれ。めっちゃかっこよくない？はい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 、めっちゃかっけえじゃん。 OK。 いや、しかしそれは早すぎませんか？は？何言ってんだ？うんこちゃんの相手はお前だよ、お前。え？じいちゃんと、俺よ、ちっちゃい頃じいちゃんを生えただけで引っ張られてたから、何年ぶりだ戦うの ?14 歳、18年ぶりだぜ、俺じいちゃんと戦うの。くっそ懐かしい。よくよ、ボケたじいちゃんの頭をよ、生えただけでパチーンって引っ張られてよ、家の中をぐるぐる回ってたんだよ。あれが14歳の夏。それ以来だな、じじいと、じじいと拳を合わせるのは。さっき奥義を覚えたお前ほどぴったりな相手はいないだろう。お前なんだその攻撃の威力は。
えぐくないこれ。グランドクロスって全体攻撃かな。ってことはローが仲間になったら必然的にあのグランドクロスの技も俺のものになると。覇王山行け。300 死に方見たかお前。死に方見たか。ポーンっつって。先代勇者の究極奥義が突き刺さる。あ、太ってる。おうんこちゃん遅かったではないか。なんじゃ人の顔ジロジロ見よって。ロウさんはすっかり元の姿に戻られたので驚いているのですよ。一時は骨と皮だけでしたからね。フォフォフォ、あれぐらい大使様の修行に比べれば何でもないわい。飯を食えばすぐ元通りよ。うんこちゃんさん、ロウ様から話を聞いています。冥府で大使と出会い修練を受けられたそうですね。さらに老子様の技を覚えただけでなく、ドゥルダの最終奥義まで習得したとのこと。本当に喜ばしい限りです。そうじゃグレイグ、わしがあっちの世界にいる間うんこちゃんが世話になったようじゃな。礼を言うぞ。それには及びません。これまでの無礼を考えれば当たり前のことをしたまで、むしろこちらがお詫びする立場です。いいんじゃグレイグ、表はゲイ。そなたも運命に翻弄された哀れな男じゃ。お主を責めるつもりはない。ギガスラ覚えたけど全然いらなくて泣いた。でもまあ覚えてからこの道中まではすげー使ってたでしょ。別にありだよな。お前いつからそんなお前強くなったな。時には時としてこのボケ老人、ある時はクンフーの達人、その名はロー。皆様以後お見知りおきを。